ザよさあ延長戦ということで、延長戦ということでね、勝川さん、まあ、いろんなお話を聞いてきましたが、必ず聞くことがベストナインなんですよ、その人が描いてるベストナイン、ベストナインというよりもね、ベストナインでちょっと失礼だけど、こういう選手で監督をやってみたいというのです、はい、ああなるほどなるほど、井戸が監督やってないけど、ああもし監督やるならエース一人欲しいから菅野、それともダルビッシュとか言って、例えばいいんだけど、はい、ダルビッシュはもうメジャーに行ってる人はやめましょう、はい、やめましょう、日本の、はい、日本の選手だけ いいで、はい、ピッチャー誰にする、では達川さんからどうぞ。ああ迷うね、今ピッチャーね、千賀にしようかなという感じもするし、千賀やっぱり頼りになるし、菅野のねあのふてぶてしさも欲しいし、ユダがどっちにする？いや僕はやっぱりあの菅野ですかね、菅野ね、今年の菅野すごいな、まあ、やっぱり安定感、やっぱコントロールいいしね、ずっとした安定感、まあ故障はありましたけどね、あれ去年ね、だから今の現役ということで縛りで、うん、縛りでいこう、はい、うん、じゃあ菅野ということで、達川さん菅野、菅野、菅野でいい、菅野、菅野、な説得力あるもん今の、いやいやいや、キャッチャー、キャッチャーやっぱり甲斐キャノンだろう、ですよね、でもまあ打つ方も総合すると相澤、うん、梅野もおるし、まあちょっと難しいところあるよね、まあ、田村もね、捨てがたいのよ、いや、だから、どういうチームを持ちたいかでしょ、いやいや、勝てるチームだよ、それ優勝したいわけ、優勝したいことを考える、じゃあ、キャッチャー誰ですか、やっぱ甲斐だな、まあ、あれだけ前回の動画で言ってて、俺、甲斐外したらびっくりしますよね、甲斐がひっくり返りますよ、いや、それはひっくり返るか ね、まあ、だからもう、まあ、でも打つ方もね、やっぱり僕ね、うん、坂倉にものすごく可能性を感じてるんです、あなたよく見てるね、はい、すごいこの子はね、性格がめっちゃええでね、ものすごい魅力を感じます、いやこれ日大三高が生んだ戦後最大のキャッチャーじゃないかいうぐらいね、なんでか言ったら私がまあ J スポーツなんかで時々キャンプのレポートあるじゃないですか、はい、レポーターいうかあの番組が、はい、あれでねひっくり返るぐらい言ったの下手くそだよね、あのキャッチングは、はいはいはい、ね、普通の選手だったら先輩あんなに言わんでくださいよ、じゃない、うん、まあ、そうどう言ってきたと思う、次の日教えてください、当たりすごいですね、教えてください、そこまで言うの、僕もちゃんと、まあでも謙虚な感じがしますよね、いやめっちゃ謙虚な、でバッティングはすごいですよ、で頑張り合いで握手したのよ、あった2月3日だったけど豆買いに行かんかったもん、酒蔵の豆もらおう思ったもん、すごいできてた、あだから節分の豆じゃなくて酒蔵の豆をもらいに行ったもらった方がええぐらいの、よく振るし研究熱心だし謙虚なし、あれをキャッチャー向きだよ、将来カープ背負う、いやだから僕は外野手をやってほしくないんですよ、バッティングがいいからって本人やらないって言って、あだから それ正解だと、いやもうねちょこ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 、他のポジションで出るよりもキャッチャー一本で行かせてください、ですよね、偉い、あ偉い、でも現時点では僕は相澤です、うん、相澤ね、はい、相澤もう本当にね藤波にこの前もぶつけられとったけどねもうぶつけられてぶつけられて、もう今年頭にもぶつけられて、ね、ですよね、これでも立ち上がるとすっごいあいつの精神力、はい、やっぱりね、ハートは強い、強いですよね、めちゃくちゃ強い、じゃあまあ相澤ということで、甲斐ですよね、甲斐ということで ね、はい、ね、でも甲斐は相澤のことをすごい尊敬しとったよ、一緒に侍ジャパンで一緒になった時、相澤さんみたいにね、どしっとしたキャッチャーになる、やっぱり勝負強いですもんね、勝負強いし、強いし、やっぱそういう勝負強さって、うん、キャッチャーとしても出てくるでしょ、やっぱ、うんね、まあそうだよね、はい、じゃあまあファースト行こうや、はい、ファースト、はい、どうぞ、山川と言いたいところだけど、いや僕違います、わしはね、中村晃、ああ、これはうまい、守備、あ僕は村上です、村上の守備と、いや、守備は守備固めいますから。ああ、打つ方、いや、攻撃的な、はい、そうですね。総合力、でも中村晃のフォアボールは取るし、いやいや、すごいと思いますよ。サードに持てたらどうだ、サード岡本がいるじゃないですか。岡本ね、岡本ね。じゃあ、村上と分かれたけど、わしらはやっぱりどっちか言ったらキャッチャー的な考えだよね、村上ね。やっぱり守備でしょ。まあ守備で村上と言ったらね、やっぱね、新之助もそうなんですよ、谷繁もそうなんですよ、うん、キャッチャー目線って、うん、いかに守ってくれるかなんですよ、うん、だから豊が、駒田がファーストの時豊がいた、いないです、
でやっぱりさ、横浜内野手が育った時ってやっぱり駒田のあのね、ハンドワークうまいっすよね。で、おっきいだろ、はい、カープさん連覇した時にファーストがすごい良かったんだよ、エルドレッドと、はい、まあ荒井は下手だけど、まあでかかったですよね。でかい、うん、エルドレッドめちゃくちゃうまかった、うん、知ってる？いや、知ってますよ。ファーストはね、やっぱり守備がいいのがしゃ欲しいのよ。まあキャッチングがうまいのがいいですよね。そうそうそう、だったらやっぱり内野手安心してられるもん。まあでも守備固めで、じゃあ村上ね、いい感じじゃない。中村でしょ。中村明、はい、うん、じゃあセカンド。ああ、セカンドね、菊池と言いたいとこだから、やっぱり山田だろ。でも菊池の方が守備うまいですよ。いやいや、でもあのまあそこそこね、やっぱり総合力でやっぱり山田だね。まあ山田でしょうね。山田だね、私は。ああ、山田行くね。まあそれは一緒ということで、で三塁手。三塁手、うん、三塁手なあ、マッチ打てないですよ今。まあちょっと調子悪いね。そうでしょう。やっぱり岡本、ね。いや、もう年齢的なものもあるでしょ。やっぱり岡本じゃな。高橋周平も捨てがたいよ。まあそうですね。捨てがたいよ。高橋周平も捨てがたい。でもやっぱこうバッティングという破壊力ということから考えるとやっぱ岡本かなって思います。まあそうだな。まあ鈴木大地も頑張っとるけど、ちょっとちっちゃいですよね。やっぱりね、岡本やね、やっぱりゴーンとね、岡本。はい、これも間違いない。僕も岡本。岡本。うん。ショータも坂本やな。もうこれはもう鉄板で。鉄板で。エスコバーじゃないな。エスコバーうまいと思いますか。エスコバーうまいよ。僕ね、守備範囲に物足りなさを感じてるんですよ。まあ、足が動かないんですよ。ちょっと疲れてるんだろうな。そうですか。人工用でやったことないから、あんまり。優しいですよね、確かに。いや、エスコバはゴールデングラブ取ってる。いやいや、取ってるけど、僕はあの程度で取れるのかなと思うんですよ。いや、それだったら宮本慎也とか。そうやな。あいつらの方が全然うまかったなと思います。いやいや、宮本慎也はうまかった。あれはちょっと特別だ。まあ、そうです。うまいうまいうまい。宮本はうまい。じゃあ坂本でいいんでしょ。坂本でも間違いないけど、今宮はもうちょっと休憩が多いからな。今宮ね、坂本だな、それ坂本だな。だからまあ源田もいいんですけど、やっぱこうバッティングはね、坂本と比べると全然。そうだね、源田ね、源田は守備うまいよこれ。いや、うまいっす。本当に軽やかなね。いや、久しぶりにうまい二遊間が出てきたなって。いやー、見たね、あれね。だからまあそういうところで、じゃあ外野を一個へ、山川を外したんだね。山川外してます。はあ。DH でありますね。 DH がね、じゃあ外野はまあレフト、守備位置はまあ3つに、あ、外野だから外野、いや、まあ一とまとめてもいいんですよ。じゃあやっぱり吉田、あ、吉田、それで、あのオリックス吉田ね、はい、柳田、はい、柳田、これもう2人はもう鉄板だな。まあそうですね。あと1人を誰にするかいことよね。僕ここで中村晃、ああレフトに持ってる、はい、中村晃、うん、それも悪くはないけど、中村晃でもいいし、うん、まあ、丸でもいいし、丸ね、青木でもいいし、青木もええね、はい、丸はやっぱり勝てる、やっぱり鈴木誠也でも、ああ、誠也怒るよ、誠也怒るよお前。いや、やっぱ鈴木誠也ですね。やっぱり誠也が入ってくるよな、はい、鈴木誠也ね、柳田、鈴木、吉田でいいじゃない。うん、まあそうですね、いいじゃない。で、DH は山川、山川でいいです。山川でいいだろ、ね、山川、山川 DH、 それでいいですか。山川ファーストもまあ捨てがたいけど、じゃあ中継ぎを抑えて入れるとしたら誰入れますか。やっぱ森しかいないよ。森しかいない。いう誰ゴールだと。いやいや、いい、安定してるのは森ですけど、うん、でも中継ぎから持ってったっていいじゃないですか。ああ、中継ぎから持っていく手もあるよね、うん、だから僕中継ぎには山本持っていきたいです。山本のオリックスのね、ああ、先発は外して、外してね、ああ、それはそういうやり方だったら、いいでしょ。まあね、ああ、いいんじゃない、うん、じゃあ、千賀だって入れたらいいんじゃない。だいぶ達川さん、飽きてるでしょ。いや、飽きてないよ。いやいやいや、やっぱり発想がすごいな、思いながら。いやいや、山本はやっぱあのプレミアの時に、ああ、なったね、あれ、見た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 、あれ、あそこは鉄板だったかな。あの、甲斐野といいね、で、山崎康明ね、安明ちょっとまあ、金属疲労きとるからね。金属疲労してるのと精神的にもちょっと ねやられてますね。優しくしたらええの、ナミちゃん。どうしたん、ね、厳しい、ね、ナミちゃん。ナミちゃん、ペーって言うのよ。ナミちゃん、ペーって。あ、達川さん、ああ、だから、だいぶ飽きてるでしょ、もう。頭の中で。疲れてるでしょ。いや、
ちょっと全選手を思い浮かべたりパッパッパッと出てこなくなっちゃったね。まあ、そうですね。前はねパッパッパッとこう、あこれだったら中田翔とか、ああとかでスッスッスッと出たけど、ね、西川遥輝とか出よったけど、日本ハム最近仕事行ってないね、あんまり。行ってますよ。行ってる。あんまり、まあ、北海道には行ってませんけど。ああ、こっちマリンで、マリンでね来た時には中継行ってます。ああ、と最後抑え。抑えはそりゃ、じゃあもしあれだったら千賀ぐらいに変えるの。あ、それでもいいです。そういうふうに1イニングだけど森を怒られるで、森言うと。でも千賀と森がどっちが抑えって言ったら使う、どっちでも使っていいって言ったら、1試合だけならそりゃ千賀だけど、例えば長期的に見たらスタミナがもう全然違う。まあまあそりゃそうですね。すっごいスタミナしてる。いや、スタミナって大事ですよね、うん、ここのスタミナもね。もうそう、藤川球児はどうする。引退するじゃないですか。そうだな。だから今の段階ではすごい厳しかったということでね。だからこういうの選ぶの難しいんだよね。そうです。過去のこの実績だけでいけばね、うん、そういうふうな今現在の力ということでね。だからこれ YouTube 見られた方ね、誤解のないようにね、今取材がないけどちょっとなかなかねあれなんだけど、やっぱり誤解してもらっちゃうかもあるんだけど、そういうのちょっとこれ今の企画はちょっと豊かにしちゃうちょっと。いやいや、ナンセンスやったね。ちょっと待ってください。僕の企画じゃなくて、達川さんが現役でやりたいって言ったんですよ。ああ、そういう選手集めてね。そう。普段は、うん、対戦相手とか、対戦した中で選んでもらうんですけど、現役にしたいっていうのは、言ったのは達川さんです。ああ、なるほどね。うん、あ、まあまあまあ、そういう。まあでもいいですよね、うん、これでね。まあまあまあね。はい、最後に、わしと豊が、喧嘩を分かりするとか。いや、喧嘩分かりじゃないじゃないですか。またね、でも達川さん、YouTube 出られてどうでした。いや、やっぱり、まあ、豊がうまいよね、あなた引き出すのが。いやいや、立川さんが一方的に喋ってくれるから楽だったし。一緒に出るけどね、やっぱり人となりというか、その同時代を生きてるから、まあそうですね、ああ言えばか、か言えばつういう感じで、あんまり、呼吸がね、あんまりね、説明せんでも、はい、あの時こうだったねって言ったら、うんうんとかになるし、わかります、ね。大学時代でもね、あなた大学時代何番だったの、あれ、中央。3番だったの、背番号。背番号最初20だったんです。次から6。ああ、20な、そうなんや。最初20だった、1年の時は。あれ末川のおったね。末川さんは2つ上キャッチャー、はい、しぶといキャッチャーやったな。あれ末川さん怖かったですもんね。いや、それはないけど。いや、大学の時は怖かった。いや、おーとか言って、いや、僕らは広島商業で優勝してるの分かってるじゃないですか。いや、ようちょったからな。お前ようだ、1年かけてから。熊野はな上か。1個上です。1個上か。左な、宮井さんがさ、そうでしょ、ミーティングさ、前、集まるじゃん、神宮の前集まったら、何言うかな思ったら、打ってけ、打ってけって聞こえるのよ。普通ならさ、普通なら、まっすぐ狙いとかなんとか言わない。いや、最初からどんどん打ってけ、打ってけ、いいから、打ってけ、それしか言わない。また、高田にノーランされてから。高坂か、ね。高坂か。高田にもおらんかったかな。中央さんはいない。高坂か。高坂そういう。だいぶ話がそれました。もう閉めても大丈夫ですか。中央大学ね、はい。推薦はできるよ、あちこち。ええやつおるよ、次。はい。じゃあ、誰ですか、次。山と一緒にアテネ行った人とやれよ。中畑さん。中畑さんじゃないよ。あ、大野さんね。ピッチング校長。あ、じゃあ、次、大野さん呼びたいですよね。大野豊。呼んだ現在、喜ぶよ。これ、たまたま会って、どうや、仕事やってる言うから、いや。で、豊の YouTube、今度、ちょっとお邪魔するよとか言ったら、おお、わしも誘われとるんだけどって言っとったよ。出てくれるんですか。あっちこっち誘ってるな。いやいや、一応ね、出ていただきたいなと思う人。まっすぐもスライダーも、フォークもカーブも、全部タイミングがもうね、ピュッピュッと。大野さん？あんた。いや、大野さんはスライダーを振らないって決めてたから。ああ、もう絶対ね。ボールになると思ってた。あれ、真ん中から外のボールね、くる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 回ったやつおったな、そういや。名前言えないけど、名誉のために。ね、家族もおるし、もう。いや、一言言ってください。もう時効ですから、ね。いやいや、言えない。そうです。じゃあ、今度次回と。レイノルズよ。レイノルズに乗ったな、そういや、あれな、ここ。もう、石抜きにここ当てられてから、お前。と、押したら知ってるボールがしたい。ここ当たったのよ。口に当たったのよ。それでも歯が折れなかったのよ。ピュッとして、それで、怒るんかと思ったら、ピュッとが、唾吐いて、その唾が全部血だったのよ。ピュッと。で一塁まで行った、レイノールズ。スイッチ行った、レイノールズ。知ってる、レイノールズ。知ってますよ、一緒にやってました。レイノールズ。喧嘩したのだね、あそこのヤクルトの。すごい。ブリックスでしょ。えブリックス。ブリックス、あれ怖かったなぁ。あれ今、コリジョンになって助かってるけど、あれコリジョンなかったらさ、セ・リーグのキャッチャー、
5人は救急車で運ばれてるよ。そうですよね。すっごいスライディングやったな、あれ。あれなんで喧嘩したの、また今。いや、セカンド、ツーアウトで取ったら足払い食らったんですよ。それでカーッとなって、そしたら一方的にやられました、ね。やられるよ、それ。あんまりやってるわけない。届かないですもん。体力で勝てるわけない。だけど、あれ、あんたこんな顔してたな。今、後遺症残ってんじゃないの。いや、残ってないです。後遺症。もう残ってない。いやいや、後遺症残ってる。じゃあまあ、はい、ということで、そういうことで締めは、はい、もう締めていいですね。まだまだ今度お声掛けします。いやいや、もうちょっと喋り足りんようだから。そうですよ、今度喋り足りないでしょ。いやいや、もういや、まだまだいっぱいある。もうこれ頭痛くなっちゃって。いやいや、わあ、ネタはある、まあ、今日は一回休憩。ネタはネタはネタはある。そうでしょ、ネタはある、ネタは、はい、またあのコメント欄で、達川さんにこんな話を聞きたいとか、いっぱいあるんだったらちょっとコメントをいただきたいと思います。はい、まあ、それはさておきまして、本当にあの、はい、長時間ありがとうございました。いや、こっちのセリフです。そうですありがとうございました。またまたぜひぜひ、はい、ぜひ受けたいですよ、これ、はい、これはもう本当朝まででも喋れますね。ネタはあります。今度ね、あの YouTube ライブっていうのもあるんですよ。あ、ライブね。もうね、生配信ができるんですよ。それも時間があるときにぜひ。それやりましょう、それやりましょう。いや、それ私が生出るとね、ちょっとやばいですよ。自信ない。まあまあ、それだったらそれでもいいですけど。自信がない、自信がない、自信ないでしょ、あんたも。いやいや、動物自信ないでしょ、生で。いや、そんなことないですよ、大丈夫です。バーッ止めるだろうな、まあ、止める。いや、止めます、止めます、僕は止めます。ちょ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 、三塁コーチはうまいな、こう、アテネの時三塁コーチやってたんでしょ。やってます、おさん。ちゃんと見とった、城島も。城島でも出てもらったと。あ、会長好き。出てくれますか。出てくれるよ、絶対出てくれる。あ、じゃあ、ぜひ。城島行ったらと、はい、城島。城島の連絡先教えてください、じゃあ。いや、そういうわけで、個人情報だから。いやいや、教えてくださいよ。いや、それは。いや、僕も、城島もこの、存在は知ってますから。だから、城島調べないじゃないか。わかりました。あの電話番号、わかりました。電話帳来るでしょ、あの市から。そこ乗ってるよ。それは乗ってないと思いますよ、昔じゃないから。いやいや、乗ってるよ、個人情報。うちは乗ってるよ。もう閉めていいですかね。閉めないもん。どうもありがとうございました。